エビキ第15章。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、誰でも隠し所に漏出がある場合、その漏出物は汚れている。その漏出物による汚れは次の通りである。すなわち、隠し所が漏出物を漏らしても、あるいは隠し所が漏出物を止めていても、そのものには汚れがある。 露出を病む人の寝るとこはすべて穢れる。またそのものが座るものも皆穢れる。また誰でもそのとこに触れるものは自分の衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで穢れる。また漏出を病む人が座ったものの上に座るものは自分の衣服を洗い水を浴びる。そのものは夕方まで穢れる。また漏出を病む人の隠し所に触るものも 自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで穢れる。また、漏洩を病む者が清い人に椿をかけるなら、その人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで穢れる。また、漏洩を病む者が乗った蔵は皆穢れる。また、どんなものであれ、その者の下にあったものに触る者は皆夕方まで穢れる。 また、それらのものを運ぶ者も、自分の衣服を洗わなければならない。水を浴びなければならない。その者のは夕方まで汚れる。また、漏洩を病む者が、水でその手を洗わずに、誰かに触るなら、触られた人は、自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また、漏洩を病む者が、触った土の器は壊されなければならない。 木の器は皆水で洗わなければならない。漏出を病む者がその漏出から清くなるときは自分の清めのために七日を数え自分の衣服を洗い自分の体に湧き水を浴びる。彼は清い。八日目には自分のために山鳩2羽か家場とのひな2羽を取らなければならない。彼は主の前、会見の天幕の入り口のところに来てそれを祭司に渡す。 妻子はそれを一羽を罪のための生贄として、他の一羽を全称の生贄として捧げ、妻子はその漏出物のために、主の前でそのもののために贖いをする。人が生を漏らした時は、その人は全身に水を浴びる。その人は夕方まで穢れる。生のついている衣服と皮は全て水で洗う。それは夕方まで穢れる。男が女と寝て交わるなら、 二人は共に水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。女に漏出があって、その漏出物が体からの血であるならば、彼女は七日間、月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れるものは、夕方まで汚れる。また、その女の月の触りの時に使った寝床は、すべて汚れる。また、その女の座ったものも、皆穢れる。また、その女の床に触れるものは、誰でも。 その衣服を洗い、水を浴びなければならない。そのものは夕方まで穢れる。また何であれ、その女の座ったものに触れるものは、皆その衣服を洗い、水を浴びなければならない。そのものは夕方まで穢れる。その女のとこであっても、座ったものであっても、それに触ったものは夕方まで穢れる。また、もし男がその女と寝るなら、その女の触りが彼に移り、そのものは 7日間穢れる。彼が寝るとこも全て汚れる。もし女に月の触りの間ではないのに、長い日かずにわたって血の漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出のある間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れる。彼女がその漏出の間中寝るとこは全て月の触りの時のとこのようになる。 その女の座るすべてのものは、その月の触りの間の、がれのようにがれる。これらのものに触るものは、誰でもがれる。そのものは、衣服を洗い、水を浴びる。そのものは、夕方までがれる。もし女が、その漏出から清くなった時には、七日を数える。その後に、その女は清くなる。八日目には、その女は、山鳩2羽か、家場との雛2羽を取り、 それを会見の天幕の入り口の祭祀のところに持ってこなければならない。祭司は一羽を罪のための生贄とし、他の一羽を全昇の生贄として捧げる。祭司はその穢れた露出のために、主の前で、その女のために贖いをする。あなた方はイスラエル人をその穢れから離れさせなさい。彼らの間にある私の幕屋をけがし、その穢れたままで、 彼らが死ぬことのないためである。以上が老質のある者また性を漏らして汚れた者また月の触りで不浄の女また男か女で老質のある者あるいは汚れている女と寝る男についての教えである。